ザーこちら。はい、解説します。これは2拍3連って言われる、フレーズなんですが、2拍3連とは2拍のうちに3連符のリズムが入ることです。2拍は1、2、3、4、この、4つのことを4拍と言います。なので2拍3連は2拍のうちに3連符が入ることですね。3連符、今日みんなに習ってもらうものはダッ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 ダです。ここです。右手もしくは左手、利き手の方、ディングを叩く方はディング、まあいければノート、まあ僕は中指親指でこうやってやるんですけど、まあ何でもいいです、何でもいいですね。難しい人は、まあ、この辺適当に叩いて拍取ってもらえばいいと思います。左手は利き手じゃない方はこの辺の、サイド付近に行ってスネアの音で3連符の練習です。ゆっくりやっていきましょう。気づいた方いると思います。はい、3回目ディング叩くまでにディングとスネアが一緒。ここで右手のリムと左手が同時で、同時ポイントが2回出てきます。ゆっくりやっていくんで何回も聞いて、確認してください。難しいですよね。これ聞いてもうどんどんに体に染み込ましていくのが一番近道なんで、何回もタッ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 っていうのを、仕事場の休み中のデスクとか休憩中のテーブルとかで練習したいんじゃないですかね。じゃあちょっと、慣れてきた人は左手でメロディーを叩いていきます。ただこれ左手と右手の違う動きをする練習そして脳と、体、指の全ての練習になります。頑張って練習していくと、前に出した動画のハングマッシブ続編につながっていくので、ぜひみんな頑張って練習してみてください。もっとこのフレーズを細かく紐解きたい方、さらにハンドパンのご購入とかを、検討されている方、有益なハンドパンの情報をバンバン発信しているので、概要欄から LINE の公式登録、お願いします。それではまたお会いしましょう。